東京タワーに行ってきました。この動画では全国の旅先の歴史、伝統、文化、情報、知識を発信していきます。チャンネル登録、通知をオンにしてご覧ください。東京タワーで開催されたイベント、東京タワーキャンドルデイズ2023を見るため東京タワーに行ってきました。国内外のハンドメイドキャンドル製作者ナンバーワンを決める東京タワーキャンドルデイズ2023。日本におけるキャンドルカルチャーを多様な観点から楽しむことができるイベントです。日本の伝統芸能とキャンドルの明かりによるコラボレーションステージ、幻想的な光景を作り出す東京タワーキャンドルナイト、国内のキャンドルアーティストのオリジナル作品が集まるキャンドルマーケット、オリジナルキャンドルや灯籠作りが楽しめるワークショップなど、さまざまな明かりの体感ができます。正面玄関イベントスペース、フットタウン地下1階タワーホールが会場となっており、展望デッキに登ることなく参加できるため観覧は全て無料。唯一無二の幻想的なイルミネーションを体感できます。東京タワー展望デッキ、トップデッキの様子は別の動画で上がっていますので概要欄からご覧ください。まずは正面玄関イベントスペースにて城田優さん、尾上松也さんによるスペシャルトークショーを見ます。動画撮影が禁止だったため映像はお届けできませんが、お二人によるキャンドルへの熱い思いがステージで語られました。まもなく11時30分より城田優さんと歌舞伎俳優、日本キャンドル協会理事でもあります尾上松也さんによるスペシャルトークショーを開催させていただきます。あと5分となります。時間まで今しばらくお待ちください。皆様大変長らくお待たせいたしました。もう11時から並んでくださってたくさんいらっしゃいまして本当にありがとうございます。晴れて良かったですね。改めまして本日は東京タワーキャンドルデイズ2023にご来場いただきまして誠にありがとうございます。本日進行させていただきますミックと申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日の最初のプログラム、エンターティナーの城田優さんと歌舞伎俳優、Should old acquaintance be forgot and never brought? キャンドルマーケットではたくさんのブースにクリエイターさんや協賛企業が出展をしており、温かな明かりととてもいい匂いで包まれています。Yet for all lang syne,
13時からは JCAA ジャパンキャンドルアーティストアワード2023のファイナリスト授与式です。Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance
acquaintance be forgot and all lang syne. For all lang syne, my dear, for